こんにちは、大輝のハマダイス探検隊、趣味は引っ越し、パーソナリティの大輝です。この番組はアマックスミュージックの制作で横浜マリン FM よりお送りしております。横浜を探検しながらパラダイスを探そうぜみたいな感じでかれこれずっとやってきましたけれども、横浜市のいろいろな面を見れたかなと思いますし、これからもどんどんいろんなところ、いろんないいところ見つけていきたいなと思います。実際僕が横浜市民になってですね、1年ちょっとなんですけれども、今回は横浜に住み始める前の印象と現在の印象って感じでちょっとお伝えしていきたいなと思います。これから横浜に住むぞっていう方のね、手助けになればいいかなと思って今回のテーマ考えたんですけれども、そんな方ぜひ参考にしてくださいな。はい。ちょうどねこの時期っていうのは大学の推薦入試とか栄養入試とかあって合格が決まるくらいの、早い人はね合格決まるくらいの時期だと思うんですけれども、横浜に住みたいからあの大学目指そうっていう人もぼちぼちいるんじゃないかなって思います。まあまず昨日もう僕の話なんですけど、夜な夜な数えてたんですよ、僕って引っ越し何回したんかなって。で横浜市に来るまでにもうすでに10回以上の引っ越ししてきて、で横浜来てからもまだ1年ちょっとですけれども今2回引っ越ししてるんですよ。それで今3つ目なんですけど、ぼちぼちね4回目じゃない、3回目行こうかなと思って、4軒目行こうかなと思ってるんですけれどもね、もうねほんと不安定だよね。一箇所にいればいいものをわざわざね、引っ越し貧乏万歳みたいなね、そんな感じでやってますけれども、まあ神奈川県っていうのは本当に横浜市っていうのが住むのが初めてで、いろいろな都道府県市区町村見てきた中でやっぱり外から見る横浜市の印象っていうのは皆さんいろいろあるかと思うんですけれども、僕としては広い、そして華やか、人が多いっていうね、そんな印象でした。政令指定都市になっているので人が多いっていうのは当然なんですけれども、政令指定都市の中でもダントツで一番人口多いんですね。ちなみに政令指定都市って東京入ってないんですよ。なんで、まあ、全国的に言ったらもう2番3番ぐらいの勢いの人口の多さで、でまあそういう中でね、僕が昔横浜に来るって言ったらサッカーの試合見にスタジアム行ったり、たまにお出かけでみなとみらい行ったりなんてことぐらいしかなかったんで、なんだろうな、とにかくそういう時って土曜日日曜日祝日だったりするんでね、人多いなっていう印象でした。あとはみなとみらい付近だとね、夜景が綺麗だったり大きなランドマークタワーだったりね、もうなんか違う国に来たんじゃないかなぐらいのね、もうアトラクション感覚だったんですけれども、まあそういう横浜、そういう部分しか見てない横浜から一転、僕は現在その横浜市に住んでいるわけですね。でここからもう住んでみて思う横浜市というところ、実際ぶっちゃけます、一番驚いたの山坂が多い、とにかく多い。これからお部屋を探す方本当に気をつけてください。駅近ならねまだいいんですけれども、徒歩10分って書いてあったら危険です。もう15分と思ってください。観光地だけは平坦なんですよ、皆さん知ってる通り、みなとみらいも中華街にしてもね平坦じゃないですか。住宅街に入った瞬間にどんどん登っていきます。西区中区から外れていくと結構登っていく傾向が強いのかなと思いますね。僕が初めて横浜来て最初に住んだところが保土ヶ谷区、もうここまで言っちゃう月見台っていうところだったんですけれども、月見台ですよ、月の見える台ですよ。もうねコンビニ行くのにも一山降りなきゃいけないぐらいのね、もちろんねそこから見える景色だったりっていうのはね確かに綺麗で風も涼しくて気持ちいいんですけど、まあそういういい面もあるけど、とにかく最初の頃はふくらはぎね毎日筋肉痛でしたね。はい。で不思議なのがもうまっすぐ登るんじゃないですよ、ちょっと登ってちょっと下ってまた登ってみたいな道がねかなり多くて、今の下り坂必要だったかみたいなのね結構よくありますね。そんな山だらけ、坂だらけな横浜市、駅までバスで行かなくてはならない地域も結構多いんですね。
今までバスで移動ってなかなか考えたことはなかったんですけど、例えば横浜から本牧行こうとかって言ったら確実に電車乗るよりバスの方が便利ですね。ここまで言うと横浜って住みづらいのかなって思っちゃいますよね。いいところももちろんあるということで、横浜市って18区ありますね。ここからは大輝の住むなら何区発表していきたいと思います。18区全てに住んだことがあるわけでもないんでね、他のご意見あると思いますけれども、僕的な意見なんでね、ちょっとこれから住む方参考にしていただければなと思いますけれども、ということで発表いたします。てるるるるん、南区です。なんで、ね、今白目向いたの伝わんないですよね。はいはいはい、南区なんですけれども、南区って言ってもね、いろいろあります。多分京急線だと小金町南太田井戸ヶ谷郡明治ら辺になるんですけれども、僕がおすすめしたいのは小金町付近、もう南区って言ってるけどほぼ中区なんですね。でここに何があるかっていうと、横浜橋通り商店街っていうのがあります。一人暮らしするとなるとやっぱり節約だと思うんですけれども、この横浜橋通り商店街本当にいろいろ安いです。特に食材が安い、横浜で一番活気のある商店街と言っても過言ではないと思います。料理しない人でもお惣菜とかお弁当がめちゃくちゃ安いんですよ。例えばあんき惣菜店の30円コロッケとか、鳥ひでっていうところの手羽先が60円、バカウマ食堂グラム売り 1g 1.5 円の唐揚げとかね、すごい面白いでしょ。ぜひね、僕のブログ見ていただくとこういう情報載ってるんで、ちょこちょこっと目通していただけると嬉しいんですけど、他にもね、魚屋さんでこれ1匹だけくれますかとかもできるし、内臓取ってくださいとか言うと取ってくれたりね。あとはこの中区南区の間らへんって外国人の方が結構多く住まれていたりするので、本場韓国のキムチ屋さんとかもあるんですよ。でやっぱり本場のキムチの味っていうのはスーパーとかで買うよりやっぱり違うんですよね。コクとかね違うから。でキムチ屋さんもいっぱいあるんで、いろいろ買って試してみてほしいなと思うんですけれども、まあとはいえね、商店街もありながらスーパーもいろいろあるんですけども、安いと評判のイオン系列のマイバスとかね、長者町の方行くと業務スーパーも近いんで、冷凍食品なんかはこっちで買えばいいかなと思うし、でこれからね大学決まってこの辺住もうかなっていう学生さん、やっぱ勉強したいと思いますよ。そうするとね、ちょっと歩いて日の出町の方行くとすぐのところに中央図書館あります。本の数も、ね、デスクの数も多くて PC 持ち込み可なんで、すごい綺麗だしね、広くて、すごい落ち着いた雰囲気で勉強できるからいいかなと思うんですけれども、でちょっと気分転換に野毛山動物園行こうかなとか ね、ただで楽しめるスポットもめちゃくちゃ多いんですね。いやー、だからこの辺が一番いいのかなって僕は思います。南区と中区の間ら辺、小金町とか長者町付近いいなって思います。で家具買いたいってなったらね、ニトリみなとみらい店は歩いていけるし、バスでニトリ磯子店行ける、地下鉄乗れば IKEA 港北店など、もういろいろ行けるんですよ。あと大岡川とか大通公園近いんで自然豊かだし、もうなんか生活雑貨欲しいなと思ったら伊勢崎モール行ってね、ドンキホーテとかね、もうほんと生活するのにはもってこい。でもう最後この音楽が流れてくるってことは最後になっちゃうね。最後になる、男子学生諸君、これから大人の階段を上ると思う。大人の階段を上りたければ間違いなく中区に来てください。中区はね、ほんといろんなお店があっていろいろお勉強できると思います。僕は周りわかんないですけどね。行ってみたらぜひともレポしてください。それでは大輝でした。